ビルボード、スノーマン、アイドゥーミー、初週ミリオン達成。サウンドスキャンジャパンによる CD アルバム売上レポートから2023年5月15日から19日の集計が明らかとなり、スノーマンのサードアルバム、アイドゥーミー、が121140枚を売り上げて、ミリオンセールスを突破したことが分かった。本作には、シングル表題曲、オレンジキス・タペストリー W に加え、リード曲、 愛言葉を含む新曲9曲を収録。さらに初回版 A には JR 時代の楽曲、クライアウト初回版 B には4つのユニットのミュージックビデオ、通常版にはユニット曲の音源とボーナストラックが収録される。本作はフラゲ日となる15日から16日の集計で81万1475枚を売り上げ、自己最高のスタートダッシュを切った。 さらにリリース日となる17日には14万6342枚を売り上げ、初動3日間で95万7817枚を記録。そしてリリース2から3日目となる18日、19日で6万3323枚を売り上げ、累計売り上げ枚数は102万1140枚となり、3作連続で100万枚の大台を突破した。